はい、4代目踏み板、これもダブルジャンプ式です。今から、組み立てやっていきますんで、はい、お願いします。まず外のガイド、これをバネの見える方を外に向けてください。これね、見える方、はい、はい、枠の穴にこのバネの端っこの端を差し込んで、このような状態になります。はい、これあと次ここに4本ピンを入れて固定していきます。はい、お願いします。ハンマーを使って、付属のピン4本、これ内側からハンマーで叩き込んで、中に、はい、いっぱいまで入れてください。はい、これで外枠が完成しました。こういう状態です。はい、次に踏み板をこの外枠にセットしていきます。はい、さっきのようにセットした外枠をこの内側の踏み板にセットしていきます。乗せまして、はい、お願いします。はい、このようにこの内側の突起にここのくぼみをはめてください。はい、この状態でお願いします。膝で片方のアームを固定して、マイナスのドライバーを使って、はい、このようにセットします。そして、付属の外枠、これをこの溝に、この時にこの突起を上にするように、はい、はい、これで外枠が完成しました。この外枠にこの踏み板のこの穴の4つ空いてる部分を入れて、はい、はい、付属の、枠に踏み板をセットして、このような状態になります。はい、作動時やってみます。はい、これ30センチから上にくくってますね。非常に強いです。強い、はい、しっかりくくれてます。はい。